ただいま準備しておりますので、もう少々お待ちください。でした。あ、よかった。音聞こえますね。申し訳ありません。今完全に聞こえますね。全然。あ、はい、よかったです。じゃあ、スタートしていきたいと思います。はい。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いいたします。はい、皆様こんにちは。こんにちは。お待たせしました。テーブルレシピコーディネーターのレウシです。2020年最初の、ライブ配信です。本年もどうぞよろしくお願いいたします。今日のテーマはジャガード折りテーブルランナーの魅力というので、お送りしていきたいと思います。テーブルレシピで、この少し前に、新商品として、ジャガード折りをなされたテーブルランナーを新しくお出ししたんですけれども、梅ほのかというテーブルランナーです。で、お客様にも大変昨年からご好評いただいていて、今回このテーブルランナーですね、帯状のこういうテーブル、食卓ですとかお家の中で使う、アイテムなんですけれども、このテーブルランナーの生地がとっても素敵にできたので、せっかくですからこのライブでですね、この生地をご提供いただいている今日もご登場いただいているのですけれども、はい、バンド商店様に少しお話を伺って、いきたいなと思っております。はい、前半ですね、15分ほどバンド商店の谷口さんにお話を伺いして、後半の15分ではいつものような感じで、テーブルコーディネートの、ワンポイントのデモンストレーションをさせていただきたいなと思っておりますので、30分ほどのライブです。お時間がありましたらぜひオンタイムで、ご参加ください。せっかくなので谷口さんの方にもお気軽にコメントとか皆さんからいただけたらなと思っております。お願いいたします。はい、お願いします。はい、では今日はちょっといつもと違う感じでですね、ダンディーな谷口さんにご登場いただいてるんですけれども、はい、早速ですね、お話をお伺いしていきたいなと思うのですが、はい、このなかなか皆さんバンド商店様っていうね、お名前とかお聞きにならないこともあると思うので、今回私たちのこの記事をね、素敵な記事を手掛けてらっしゃる会社さんなんですけれども、バンド商店様の会社のご紹介を先にしていただいてよろしいですか？はい。谷口さん頑張ってっていうコメントなどもいただいてます。すごいプレッシャーになりますね。ありがとうございます。はい、今ご紹介いただいたように、弊社の方は古くから京都の西陣の方で、金襴など、織物の、製造卸っていうのをずっとやらせていただいてまして、本日に至るんですけれども、そのような小さな会社です。それを、大きな、中西さん、テーブルレシピさんあたりに、また、いろいろ助けてもらって、懸命に頑張っております。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。金襴っていう、はい、織物、これ結構、歴史がある、ね。そうですね。はい。金襴と言いますと、皆さんあんまりピンとこない部分も多いと思うんですけども、主に昔からその和装小物、やっぱり日本にとって必要なもので和装小物とか、神仏関係、神様、仏様関係、あと、それに準ずる、表具でありますとか、中には七五三でありますとか、また和装小物の、袋物、で、あと、変わったところでしたら、手芸関係とかに結構古くからうちらは、ご利用いただいてまして、特に、金襴屋さんって言っても、国内も数社ありますしね、そのお店お店で、得意な分野、また、そうでもない部分もありまして、特にうちの方は、やっぱりその、従来のお得意様としたら、ひな人形とか節句関係の、どっちかというと、その、華やかなお客様っていうのが、やっぱりうちの得意先様の中では、多く占められているので、どうしてもうちの金襴自体がやっぱり どっちかというと賑やかなおめでたいような文様が多いんですけど、
まあ、そこらをうまくまたあのお使いいただいて いただければなと思ってます。はい、そうですよね。本当にあの、はい、バンド商店さんのこう展示会なんかにお伺いすると、もうどれもこれも本当に華やかで、はい、ちょっと可愛らしいですし、はい、とってもあの金糸や銀糸が使われていたりとかして、ね、はい、とっても華やかなアイテムがね、あのたくさんあって、いつも本当に、はい、あの勉強させていただいているんですけども、いやいや、ありがとうございます。はい、あのまあそういういろいろなまあアイテムにお使いになられているという記事を、はい、まあ、私たちテーブルレシピはこういう、はい、あのテーブルコーディネートですとか食卓で使う、はい、食卓を楽しくするというのをご提案しているので、はい、あの今回のこの梅ほのかという、まあ、テーブルランナー、うちはあのテーブルランナーという製品にあのしまして、あのお客様にあのご提供してるっていうところなんですけれども、でうちはまたこうテーブルコーディネートしやすいように、あのバンド商店様 そのコレクションの中から少しあの配色を変えたりとか、はい、そうですね、あの色をね、あの変えるお願いをしたりとかもしているんですけれども、なんかそういうのをこう私たち あのこの依頼をお受けいただくときに、なんかご苦労とか、いや、もう申し訳ないんですけども、ほぼその、テーブルレシピ様のデザイナーの方に、まあ、もう、はい、あの全てこう配色なりお任せしましてね、で、まあ、はい、そちらさんの方からあのいただいた色目、ほぼあの、はい、うち あの生地ベースのほんの少しの手直しみたいなことからあの始まるんですけども、はい、あのやっぱりあの一色ピンクだけピンクの色にしても、いろんなピンクってありましてね、あの赤っぽいものがあったり、はい、淡い薄いのがあったり、あの、はい、ちょっとこうサーモンピンクであったり、だそこらをうまくこうあの指示いただく、まあ、チップかなんかで指示いただいて、であの現場にそれをそのまま投げて、で、まあ、はい、まずはその何パターンかいう試食から入るんですよね、試し織り、はい、で試し織り、はい、でそれをあのそちらのデザイナーさんに一度お渡しさせてもらって、でそれで判断いただいて、今回はこのうちのこの2番の B パターンでいこうとか C パターンでいこうとかいう、はい、あのまあお答えいただけるので、まああの、はい、正直私らとしたらあの全てもそちらのあの配色にお任せしてるような感じが多いんですけども、そうです、まあまあ逆にあのね、あの実際織ってる織り場の担当の者ともいつも話すんですけども、はい、あの、はい、やっぱり私らがずっとしている配色とはやっぱりどこか一味違うようなものができてきて、それはそれで、あの、やっぱ今後のね、うちも結構ね、あの、商売柄、新柄っていうのを毎年毎年出していくような形になってましてね。うん、はい、まあ、そこらのいろいろ、あの、ヒントにさせてもらったり、はい、させて、あの、まあ、あの、非常に、あの、助けてもらってる部分も多いです。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。そうなんですよね。だからもう技術とか伝統にこう支えられて、長らくもうバンド商店様を作っていらっしゃる中で、うちの、まあ、希望に沿ったものを、ね、お作りいただいていて、ありがとうございます。本当にね、ありがたく思ってます。なんかあのコメントもいただいていて、京都から視聴してくださってますっていう方ですとか、あと、はい、なんかあの古い布、あのコフを使っていたので、はい、素敵なデザインであアイテム作ってくれると嬉しいですなんていう、あ、ぜひコメントいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます、ね、これからもあのぜひこうバンド商店さんのお力をお借りして、はい、いえいえ、こちらこそ、こう私たちもね、こう皆さんのこう今 あの現代の食卓にすごく使いやすいね、こうアイテムを、ね、はい、ご提案していきたいな。あの結構うちの方もね、あの常時その在庫というか、はい、商品じゃなくても、はい、あの型いうのは結構あのもう保有型ってありますんで、うん、もうここやっぱりうちの会社のね半世紀以上の歴史の中でね、毎年こう積み重ねた分がもう約2万点ほどありますんで、お、2万点、ぜひ、はい、あのその中からなんかこう美味しいものをまた引き出してもらって、でまた味付けしてもらって、はい、ぜひあのまたあの世に出してもらえるように、あの今後もまたよろしくお願いいたします。
うん、ありがとうございます。本当にね、素晴らしい本当織物手掛けてらっしゃるので、いえいえ、はい、ね、ありがとうございます。これからもお願いできればなと思ってます。で、今谷口さんは、はい、京都ではなくてちょうど埼玉の岩崎区の方でね、で師匠様の方で展示会されてるんですよね。はいはい、ね、お忙しいところに、お願いをしたんですけど、谷口さん、はい、さっき2万点ぐらい、まあ、あるよっていうお話だったんですけど、はい、今日その展示会場の、はい、に少しこう飾ってあったりしますかね。よろしいですか、ちょっと移動しますね。はい、見せていただけたりしたら、ね、皆さんに映すのが下手なんですけども、どんな感じかっていうのを、まあ、こういう感じで、いろんな色目と、すごいですよね。はい、こういうふうに、はい、いろんな展示させてもらいまして。あ、素晴らしいですよね。まあ、これごく一部なんですけども、ここらは新しくうちがリリースしたような商品なんで、過去にもこういうものをね、いろいろやってますし、まあ、ちょっと今お客さん見られてるんですけど。ハートもたくさん送っていただいてありがとうございます。はい、いや、すごいです。これ本当にほんの一部ってことですね。そうですね。まあ、ここらでこんな風なことをやってます。ああ、素敵です。はい。あ、まあ、うちで。そうなんですよね。もう、はい、本当に、あまたあるコレクションの中から、ね、うちも、ちょっと、今回 のテーブルコーディネートのテーマに合うようなものを、ちょっと見せていただいて、場合によっては、はい、ちょっとね、色替えをお願いなんかしてうちの、ね、デザイナーと一緒に作らせていただいていて、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、ね、ちょっと短いお時間で本当はもっとお話をお伺いしたいところなんですけれども、すいません。あ、いえいえ、本当に素晴らしくお話、ちょっと緊張されてありがとうございます。次回あればもっと上手にできるように練習しておきます。ぜひぜひまた次回お願いしたいと思います。ありがとうございます。なんかいいですか、最後にちょっとこうメッセージとかあれば。そうですね、はい、まあ、その大それたことはうちらもねできないんですけども、いえいえ、やっぱりそのうちらの生地っていうのは、まあ、あくまでもその素材ですので、いろんな方のいろんな用途によって、それこそひな人形に飾られるようなものになったり、今回のテーブルレシピ様のようにテーブルウェアになったり、またインテリアの方でもお使いいただいたことも過去にありますんで、なんかとにかくもうチャレンジしてもらって、いろんな方のこう目に触れられるように、また日々うちらも柄なり色なり勉強させてもらいますので、ぜひまた何か機会があればどうか皆さんお使いください。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、じゃあぜひ次回作もに期待ということで、またよろしくお願いいたします。そうです、ありがとうございます、はい、またお待ちしております。はい、どうも。ではワンドスポットの谷口さんでした。ありがとうございました。失礼いたします。はい、ありがとうございました。皆様いかがでしたでしょうか。すごいね、コレクション2万点ぐらいあるということでね、もうね、おかげさまで、それで今回も素敵な、まあ、テーブルランナーをご提供できて、ありがとうございます。皆さんコメントいただいて、谷口さんさようなら、ありがとうございます、楽しみにしてます。ありがとうございます。ではここから残りのお時間で、少し、テーブルコーディネートちょっとデモンストレーションをご覧いただきたいと思いますが、すいません、ちょっとその前に失礼しました。今ですね、ご紹介いたしましたバンド商店さんのですね、オンラインショップも終わりなんですよね。で、なんかね、とっても素敵なバッグとか、ね、この生地を使ったアイテム、出していらっしゃるので、よかったらぜひ、バンド商店さんのオンラインショップとか、ホームページなどもご覧になってください。はい、ありがとうございます。で、今日はですね、皆様私の声聞こえてますでしょうか。こちらのテーブルを少しデモンストレーションで、チェンジしていきますね。はい、よし、このバンド商店さんの今谷口さんがいらっしゃった、岩槻は皆さんもご存知のように、お人形の
ね、あの産地といいますか有名な場所ですよね。やはりこの金蘭の生地は、とても多くお人形のお衣装の生地に使われているということで、でもね、あのちょっと小ぶりで華やかな柄が多いっていう風なお話でした。じゃあちょっとテーブルクロスをチェンジしまして、はい、1枚今ここにかけたものが、デリシャスカラーのアップルという赤いテーブルクロスです。ここに今日あの梅ほのかのテーブルランナーをかけてみます。でこちらが、ピンク配色、そして、こちらがゴールド配色です。ね、ちょっと色が違うとかなりあの印象が違いまして、この間のあ置いてもらって大丈夫です、はい、この間和田さんあのインスタグラムのストーリーでこのピンクとゴールドどっち使ってみたいですかってお伺いしたんですよね。どうでしたか結果は。ピンクが結果ピンクがやはり今時期はあれですかね、だいたい2対1ぐらいの割合でピンクの方が多かったですね。で、今回はですねこんな感じで赤のテーブルクロスにこのピンクのテーブルランナーを合わせて、桃の節句を少しイメージしてみました。あのひもおせん、おひな人形を飾るあのひもおせんのこの黄色のね、毛線をイメージしてこのアップルのお色を使いまして、そこに、ピンクのテーブルランナーをかけています。でおひな祭りですので少しあの可愛らしいお餅のお皿なんかをこんな風にご用意いただいて、ランナーの上にはこうお重、お節句らしい、まあ、お料理はお重に入れてみて、キャンドルなどをこうやってランナーが真ん中にあることでこういう風にお取り分けするお料理などを置いていただくということで、ちょっとおめでたい感じで、桃の節句のコーディネートをしてみました。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。コーディネート楽しみ、ショップも後で見てみます。横浜さんありがとうございます、はい、ぜひぜひショップも見てみてください。あのテーブルランナーのねアップのお写真なども持って載せておりますので、和田さん意外とこれ赤良かったですよね。ね、あのね、デリシャスカラーといろんな色でコーディネートしやすくあの作りしました。これはイメージとしては、桃の節句で、コーディネートしてみました。じゃあこちらのゴールドの方、こっちをねやっていきたいと思いますが、皆さん赤と言ったらやっぱりちょっとおめでたいイメージにあのなるのではないかなと思うので、ちょっとですねあの還暦のお祝いを想定してみます。で赤のテーブルクロスにこのランナーがねゴールドカラーがすごく主なんですけれども、今ここで使っているお式の、トリミングプレートがあのゴールドとシルバーのリバーシブルなんですが、ゴールドの方を使いまして、ちょっとよりあのおめでたくお祝いらしく、使用をしています。で、テーブルナプキンをちょっとこの綺麗なですね優雅なあのお色、紫色のフィグというデリシャスカラーのフィグというお色で、扇形に折ってみました。これでねちょっと晴れのお祝いの席をということで、そしてテーブルランナーにはちょっとしたあの取り分ける前菜なんかが来てもいいと思いますし、あとお祝いのお花があればもう本当にこれで大変華やかな雰囲気になるんではないかなと思います。ちょっとまたあのお家で過ごす時間もね、引き続き多い方もいらっしゃるかと思うので、あのお誕生日何かのお祝いの時、そして還暦の時なんかのお席にこの赤のテーブルクロス
お使いになっていただいて、ちょっと赤が前面ってかなり強いかなと思うんですが、真ん中にこのテーブルランナーが来ることで、なんか程よく、ね、あの落ち着きと華やかさとすごく出てくると思うので、ね、あのぜひこの梅ほのかのランナー使っていただければと思います。ありがとうございます。ゴールドだねそうなんです、ゴールド、ね、あのぜひぜひテーブルでお使いになっていただきたいと思います。ゴールドカラーって結構カラーコーディネート選ばず使いやすいですよね。はい、というわけでデリシャスカラーのアップルを使いまして、2パターンランナー2色で、ご覧いただきました。ではもう1色とご覧いただきたいと思いますので、一度こちら下げてまいります。ではですね、デリシャスカラーをまた別のお色にしてみますが、次はピスタチオという、淡いグリーンのテーブルクロスを使っていきます。で、先ほどと同じようにこちら側に梅ほのかのランナーのピンク色、そして向かって右側にはゴールドのお色を使います。またこれクロスが変わると全然違いますし、また少しね、すっきりと爽やかな感じですね。ではまたこっちのピンクの方では再び、桃の節句、やはりあのもう3月も頭になりますので、桃の節句をコーディネートしていきたいと思います。 ありがとうございます。こちらも素敵ですねってコメントいただきました。ありがとうございます、嬉しいです。桃の節句、先ほどはあの和食器、和食のイメージだったんですけれども、まあ、あの洋食でもちょっとね、気分を変えてお友達とランチなんていうのもよろしいのではないかなと思いますので、こういう意外とあの梅ほのか和の印象も強いんですけど、絶妙にちょっとモダンなので、洋食器にも似合いますよね、和田さん ね、うん、なんかこうガラスとかもね、ガラスもとっても綺麗に見えるので、まあ、こうやってちょっと一人分作っておきまして、はい、あ、ありがとうございます、優しい、爽やか、そうなんです、ピスタチオというお色、とってもね、春夏にもあの長くお使いいただけると思います。爽やかなお色、ピスタチオに、このねピンクのジャガードランナー合わせまして、まあ、食後 の、 あのコーヒーの器とかデザートのこういうガラスの食器っていうのをこう並べておかれるといいんじゃないかなと思いますので、少しあの用のプレートで、こちらでは見ていただきました。ではあのゴールドのジャガードランナーの方に移っていきます。あ、モダンジャパニーズスタイル、まさにまさにそうですよね。本当にあの金蘭のこの生地がですね、素晴らしくてちょっとモダンなんですよね。ですのであの私たちの今の暮らしにもとってもあの合うっていう感じがしております。はい、そして、こちらの方はですね、七夕、7月7日の七夕をイメージをしてみました。で、七夕なのでテーブル全体に、まあ、五色、あの五色の色を青と赤と黄色と白とあと黒または紫というこの五色をテーブルの中に入れて、七夕をしてみてはどうかなと思ったんですね。で、この梅ほのかはですね、梅のお花もあるんですけれども、竹のね、竹のこのスッとしたデザインも入ってるんですよね。これがまたちょっとモダンジャパニーズね印象であるので、まあ、あの
桃の節句、あと、勝負の節句もきっとお使いいただけると思いますし、七夕もこうやって五色を少し入れ込んでいただくことで、七夕にもちょっとこう流れるようなラインもありますのでね、ちょっと天の川的なイメージも加えて、こう七夕を使っていただく、こういうね青い、お色気聴覚プレートのネイビーのお色を使いながら、ちょっとキリッとした、七夕のコーディネートをご覧いただきました。 ありがとうございます。あ、ラブフルーツグレースさん、七夕の雰囲気が出ていて素敵、ありがとうございます。ぜひご参考にしていただけたらとっても嬉しいです。はい、こういう感じで今日は少し簡単ではありますけれども、テーブルランナーをぜひね、私たちのデリシャスカラーと組み合わせて、やっぱり節句、まあ、節目節目のこういう時期だからこそ、日常の中に少しこうね、節句とか、行事を取り入れていただけると、とても暮らしが豊かになるというふうに思いますね。ぜひテーブルコーディネートもされてみてください。 ありがとうございます。青のお式も素敵。はい、恐れ入ります。このネイビーの青のお式すごくお皿とかお料理が映えますよね。とてもおすすめです。ランナーとのこう組み合わせもしやすいので、ね、お使いになってみていただけたらと思います。はい、そしてもう一つですね、ご紹介したいアイテムがございまして、はい、テーブルセンターですね。梅ほのかで今回テーブルセンターもお作りしています。これはですね、実はテーブルランナーを作った時にちょっと余分な余った生地がどうしても出てくるんですよね。その余った部分で、長さ60センチのテーブルセンターをお作りしましたので、こんな風にセンターですとちょっと短いので、こういうちょこっとしたとこに飾っていただけるので、こうひな人形をおひな様とお代理様のね分をこう飾っていただくのもいいですし、ちょっとこちらへ参りますね。はい、ありがとうございます。今のピンク配色なんですが、こちらは、ゴールド配色、こちらも、長さ60センチ ×30センチの、テーブルセンターがありますので、まあ、リビングの一角ですとかにこうやって、季節のお花や歳時期のね、お人形とかと一緒に、飾っていただいてもいいと思いますので、これ、こう、こんなに華やかなんですが、バンド商店さんが非常に汎用性がある生地、ポリエステルの素材でお作りになっているのと、加えて私たちが撥水加工もしてあるので、大変汚れづらく、ね、使っていただけるので、これは、もうちょっと残った部分の生地で作っているので、数量限定になります。ですから、春先の贈り物などにも、とてもおすすめいたしますので、気になる方、ぜひ、早めにチェックなさってください。でね、このデリシャスカラーといろんな組み合わせをしていただけるように、オリジナルでお作りしています。はい。ありがとうございます。いつもの雰囲気を加えて楽しいファミリータイム。素敵。そうなんですよね。はい、テーブルクロス、非常に例えば今日はこういうベーシックなものを使っていながらですね、まあ、このテーブルランナーだけ非常にちょっと華やかなこういう金襴の素材を使ったテーブルランナーを使いいただくと、ね、これだけでちょっとこう日常に少しこう晴れの日仕様にというふうなことができると思いますので、ぜひね、テーブルランナーってプラスワンするアイテムとしておすすめなので、ぜひお使いになってください。あ、皆さんコメントいただいてありがとうございます。いいですね。ありがとうございます。このサイズ、いろいろ使えそうですね。テーブルセンターのことですよね、きっとね。ありがとうございます。洗濯もできそうで、そうなんです。洗濯もできます。
で撥水加工もしてあります。はい、写真にあったピンクのコーディネートで使用していたナプキンを留めてたゴムも、あ、購入できますか。あれはですね、ちょっとレウ氏が手作りしたものなので、これかな、ちょっとお見せするだけ。ありがとうございます。これですよね、多分これのことだと思うんですけど、こういう部材にちょっとゴムを通しただけの非常に手作りものなので申し訳ありませんが、ちょっとご購入はできないんですけど、簡単にこう本当にゴムで作っているものなので、こういうものを見つけてお作りになってみてはいかがでしょうか。コメントありがとうございます。はい、というわけで今日たくさんねコメントもいただきましてありがとうございます。はい、あ、それです。かわいいですね、ありがとうございます。ちょっとねこういうものがワンポイントありますと、コーディネートに花を添えていただいて全体がとっても引き締まるので、何かね工夫されてお作りになってみてください。はい、というわけで、ちょっとお時間が過ぎましたけれども、最後にご案内だけさせていただきます。今日ご登場いただきましたバンド商店さんのホームページと、あとオンラインショップもありますので、本当にね魅力的なアイテム揃ってます。でこれを素材にしていろんなアイテムにこれからもチャレンジしていきたいなんて、さっき谷口さんからお話がありました。はい、これからもねぜひ素敵なものが登場されるのではないかなと思うので、ぜひご覧になってみてください。はい、そして、私たちのご案内なんですが、次回のインスタライブは1月27日木曜日11時からですね。この時にはテーブルレシピ人形町店のスタッフのコーディネートをご紹介してまいります。テーマが節分です、ぜひ日常にこういう四季折々の日本の行事を取り入れて食卓周りを今年も楽しくしていこうというのをご紹介していきたいと考えていますので、お時間があればぜひお付き合いください。ということで、はい、本日は、はい、以上になりますが、あ、水引き細工ありがとうございます。マイディア使わせていただきます。あ、恐れ入ります。はい、ありがとうございます。楽しかったです。あ、ね、温かいコメントありがとうございました。ぜひまた次回もお時間があればご参加ください。はい、はい、あ、関西でもテーブルコーディネート講座してほしいです。あ、アラカン 3V さんは関西のお住まいの方なんですね。はい、いつかねお目にかかれればと思います。はい、たくさんコメントいただきましてありがとうございました。では、よろしいですかね、本日のライブは、はい、こちらで終了させていただきます。今日もどうもありがとうございました。